はい、こんばんは。こんばんは、こんばんは。ノーファーズノーライフで始めます。3日連続となりました。ちょっと帰って仮眠取ってからとか思ったんだけど寝れなくて、結局目の下クマ作りながらの配信となります。最後までよろしくお願いします。今日のゲストはなんか DJ みたいなね。今日のゲストは、森岡健さんに出ていただきます。あとで、もうちょっと経ったら、お電話つないでみたいと思います。昨日の浩二君からの引き継ぎじゃないんだよ。続きまして、とても真摯な方です。健ちゃんにですね、質問等ある人は考えておいてください。きっと答えてくれると思います。でも、最初に注意しておきますが、ケンちゃんは、火星から来た人ですのでちゃんと答えてくれるかどうかは僕は保証はいたしかねますけど、火星人なんですよ彼は。こんばんは、よろしくお願いします。こう彼はいい人ですよ。ほれかっこいい、ほっそ。まあまあまあ、後でお楽しみにね。ちょっとまあ少しお話ししてからって感じかな。ギター弾いてもいいし、あ、そう、今日また初めて聞いてくださった方がいらっしゃるかもしれませんので、簡単に自己紹介なんかしません。いつもダラダラ配信して、不定期で配信してます。ギター弾いたり音楽かけたり、結構勝手気ままにやってますってちょっと待ってケンちゃんから電話かかってきちゃったよ。もしもし、ちょっと待って、早すぎましたね。ちょっと待って、さすが、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、じゃあ、いや、いいですよ。いいで、いやいや、切らないでいいです。そうか、わかった。さっきちょっと打ち合わせしたんですよ。スカイプテストをしたんで。15分後って、もしかしたらそっから数えて15分後ってこと。あ、はいはいはい。僕電話かけるって言ったじゃないですか。まあ、いやいや違う、うん、これがケンちゃん、ケンちゃんイズムなんで。あ、すいません全然ちょっと、いやいやいや、このまま行きましょう、このまま行きましょう。ちょっとごめんなさい。皆さん、ケンちゃんの声聞こえますか。ちょっとちっちゃいかな、はい、ちょっと待ってください、ね、小さい、いや、ちょっと待ってください。こっちでちょっと調整します。このボリューム下げて、聞こえますか、大丈夫ですか。ケンちゃんの声聞こえます。はいはい、はい、あ、森岡健さんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。こんばんは、ね、こんばんはですね。はい、あ、ちゃんと聞こえる聞こえる。先ほどね、一度スカイプテストみたいな感じで、今日初めて健ちゃんとスカイプをやって、それで最初の時ね、プライベートスタジオの方でやったらちょっと声がワンワンワンってなっちゃったんで、ちょっと場所を移動してもらって、で15分後に番組始まって15分後にかけますねって話だったんですけど、なぜか番組始まって8分でかかってきたという。あ、いや、早すぎたね。いや、19時15分だと思っちゃったんです。なるほど。全然 OK です、全然 OK です。はい、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待って、音声調整させてくださいね。そう、そのとりあえずちょっと、はい、話からいきますと、この間チェルシーライブお疲れ様でした。あ、ありがとうございます。チェルシーライブとっても楽しかったです。あ、とても嬉しいです。とても楽しかったです。ミュージシャンの人呼んだりとかすることあんまりないんで。あ、そうなんですか。
そうなんですよ。だから久しぶりにいろんな人が来てくれて結構すごい緊張して、ね、いっぱい来ましたよね。ええー、いやいや楽しいライブで、普段って結構ソロライブはされてるんですか？ちょっと1年に 1,2 回ぐらいやってますね。少ない、もっとやってそうもっともっとやって いっぱいやりたいんですけど、あのね、うん、まあいろいろ事情がありまして。嘘なの？嘘を持って。でも多分今年は結構やると思います。嘘マジですか？じゃあもっともっとっていうか、ここ今いっぱい集まってきてくださってますが、ケンちゃんのソロライブすごいダンサブルで楽しいんで、見たことない方もぜひぜひ行ってもらいたいです、うん、ありがとうございます。どうですか、ライブ終わったと後の感想とかなんかあります？いやもうライブはもうひたすら闇雲にやってて、終わった後に良かったって言われてすごい嬉しかったって感じで、自分では良かったとか悪かったとか全然分かんないですもんね。やってる間はどうでした？いや一生懸命でしたよひたすら一生懸命ね、やっぱソフトバレーだと、はいはい、あのボーカリストがいるじゃないですか、はい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 、安心してくねくねできるんですけど、はい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 、自分がフロントに立つとやっぱりね、手放しでくねくねはできなかったりするから。いっぱい歌ってましたよね。そうなんですよ、いっぱい歌ってましたよね。ケンちゃんの声とってもかっこいいと思うんですけど。ありがとうございます。もう絶対に、もっともっとやってもらいたいと思うんです。うん、そうなんですよ、はい、頑張りますじゃあじゃあとりあえず一曲聴いていただきましょうかね。ケンちゃん何がいいですか？あ、じゃあエッジオブダンスに。エッジオブダンスを、はい、じゃあとりあえず一曲聴いて、ちょっと待って、これね自分でねミキサーとか調整しながらやってるんで。そうなんですよ、直接スタジオに行った方が良かったですよね。まあそれも後になんですけどね、でもこのなんていうんですか、こうスカイプでお気楽ご気楽な、飲みながらでもタバコ吸いながらでも全然できるという環境下の中で適当にやるっていうのが結構コンセプトではないですけど、あんまりなんかこうね、かしこまっちゃうのもあれなんで、はい、まあまあ適当に、とりあえず一曲聴いて今グリーンモンスター飲みながらやってます。なんでグリーンモンスター知ってます？知ってますよ、パワフル系ですよね、はい、エナジー系ドリンクですよね。はい、ねえねえ、あれって緑とオレンジって味違うんですか、あれって？緑の方が美味しいですよ。オレンジの方はちょっとなんかに、うん、なん唐辛子っぽい感じが。知らなかった、はい、美味しいっていうか全部のっていうか濃いドロドロしてんじゃないですか。そうでもない、結構濃い味ですけど、うん、レッドブルよりなんか最近こっちの方が美味しいなと思って。好きですよねレッドブルとか。すいません、じゃあまあとりあえず聞いてもらいましょう。エッジオブダンスでーす、はい、どうにもこうにもならない、何もかも全て
はちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。はい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 。ごめんなさい。ここの次の曲かかっちゃうし。失礼しました。はい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 。もうなんだかこのケンちゃんのこのわけわかんないですみたいなこの流れ。ごめんなさいね。大変失礼しました。はいはいはい。はい、ああもう汗かくわ。この切り替えとかもう簡単にしたいわこれ。そこ見てる。もうそのあれなんか僕もこれフィードバックしてます。フィードバックしてます。もしかしたらあれしてます、配信の方の画面って見てます？配信画面の方。はい見てます。そっちの音声はカットしといていただけると。あなるほど、うん、そっちの音声どこにあるのかしら。昨日のコージ君となんか似てるような展開。ですね、チャット設定ですか？いやチャット設定じゃなくて、画像のチャットだけ見てます今って。それとも画面も一緒に見てます？いや画面は一緒に見てないです。チャットだけです。あじゃあフィードバックしないと思うんで、そっちから音声出てないと思いますんで。あそうです、うん、はい多分大丈夫だと思います。こっちの方聞いてる方は大丈夫です。はい、あ大丈夫です。はい、質問来てますよ。森岡さんはこういう自宅からの生放送は初めてなんですかねって。もちろん初めてですよ。今隣にワンちゃんいますよ。いるんですか？ええ、ワンちゃん、マルチーズが。お名前は？ハニーちゃんって言うんですけど。年は？年はもう12歳ぐらいですけど。結構年いってますね、もうね。ええ、いってます。元気ですか？ワンちゃんですか？はい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 。元気ですよ、いつも。散歩とか連れてくんですか？いや、うちの中で話し合いにしてるから、うちの庭に、はいはいはい、で散歩させるぐらいで、外には連れていかないですけど。そうなんですか。ええ。あらら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 。一緒に寝たりとかして。うん、うん。ええ。ね、そうそう、昨日、ちょっと浩二君と話してるときに、ええ。そういうアウトドア、インドアみたいな話があったんですけど、ケンちゃんってアウトドアとか、いや、結構ね、うん、インドアですね、オタクですね。いや、私もそうなんですけど、なんか外に出ることって外に出ることはプールに行くか、サウナに行くか、映画に行くかぐらいじゃないですかね。つうかプールってなんですか？プールってプールはね、ライブ前とかツアー前とかには必ずプールってジョギングするんですよ。なんか会員制のクラブ的なとこで。なんかいやいや全然、ね、近所のスポーツクラブです。でもなんかかっこいい。いやいやいや、そうしないと結構息切れしちゃうんで。じゃあこの間も、ライブ前には、この間はランニングだけちょっと。あでもランニングするんだやっぱり。しますね。坂道ガンガン。幸い坂道は、坂道っていうかね、歩道橋があるんですけど、一周500m ぐらいのコースがあって、うん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 、そこを4周とかぐらいするのかな、なんか。へぇー。こう登って降りてみたいな感じで。へぇー、ストイック。やばいな、俺。っていうか、そう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 、なんか、何ですか、エイジングケア教えてくださいって出て、なんですか、エイジングケアって。エイジングケアですか？はい。いや、どうなんで、僕結構そんなに全然してないし、肌のケアも全然してないし、何なんでしょうね。よく寝ることですかね。あ、大切だと思います。でですね、ところですね、ちょっと待って、音楽ちょっと待って、消しちゃった。音楽の話にでもしてみましょうか、ミュージシャンらしく。祖父母を辞めてから、はい、ソロになったわけじゃないですか。ええ、その時って何かこうそっから結構時間経ってますけど、ええ、その間に結構紆余曲折いろんなことがあったんですか？まあざっくばらんに、ちょっと祖父母以降のソロになってからの話をちょっと聞かせていただけたら。祖父母で辞めてソロでやろうと思ったんですけど、うん、プロデュースの方がいっぱい来ちゃって。あそうなんです。なるほどなるほど、はいはい、でなんかいろんな方のプロデュースをすることになっちゃって、うん、でそれも1年か2年ぐらい遅れてやり始めた感じだったんですね。なるほどなるほどなるほど。で中原理恵さんとかご存知ですか？はい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 、直接は知らないんですけど、はいはい、中原理恵さんとかあとフィールっていう、うん、2人組のユニットがいまして、うん、そういうのとか、うん、
あと、人に曲書いたりとか、藤子不二雄のもじゃこうのテーマを書いたりとか。そうなんだ。アニメ関係出ました。アニメ関係結構やったんですか？アニメ関係はね、そうです。あと、快感フレーズっていう漫画と、あと今、なんて言ったっけな、ブラックラグーンじゃないや。あれ？ブラックラグーンっていうアニメだったかな。やった、自分でやったこといまいち。覚えてない。あれもやりましたよね。攻殻機動隊やりませんでしたっけ？あ、もう攻殻機動隊はトリビュートのやつでやった。トリビュートで。そうか、なるほど、はい、なるほど。そうか、そうか。そうそうそう。あと、俺聞きたいのは、その、ソフバ時代っていうよりも、その以降とか聴いてた音楽って、ちょうど、でも、いわゆるテクノ全盛な時ってあったじゃないですか。はいはい。ケミカルとか。ケミカルとか、そうそうそう。アンダーワールドだ、その、はいはい、オービタルだとか、808みたいな、ああいうのが出てきた時っていう、はい、あの時代ちょうど被ってたってことないですか？そんなことないですかね。ソフトバレットですか？そう、いやいや、ソフトバレー5で。以降です。そう、ソフトバレー以降に、テ、うんうん、ピカルブラザースがプロデュースとかアンダーワールド出てきたじゃないですか。そう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 。すごい解散したこと悔やんで。やってんのかったね。もう何やってんだ俺たちみたいな。やっとムーブメント、世界中のムーブメントが起きた時に、そう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 、まあまあやってればもう今頃すごい家住んでたかもしれないなって。ああ、そうですね。まさに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 、うん、そうそう、だからそれ以降なんですよね、ちょうどね。そうですね、以降なんですよね。あの辺って、ああいうのって、そうそう、だからその前から、要するにテクノサウンドっていうよりも打ち込みサウンドずっとやってた人から聞いて、ああいうサウンドを聞いた時ってどう思いました、うん、その流行りの時、流行りの、要するにアンダーワールドとかケミカル聞いた時ってどう思いました？あれを聞いた時に。アンダーワールドに関してはもうやられたと思って、やられた、アンダーワールドのプロデュージー、はい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 、関して、ああもうやられたっていう感じでしたね。ああ、なるほど。他のケミカル、どうぞどうぞ。ケミカルブラスはものすごいやっぱりすごい好きだったから、うん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 、やっぱ個人的に、まあその御三家はかなりハマって聞いてましたけど、うん、ちょっと専門的な話になっちゃうんですけど、サンプラーって使い出したのってどのくらいですか？サンプラーを使い出したのは、うん、僕が18か19ぐらいの時だから。もの何？そしたらエンソニックのね、やっぱエンソニックなんだ。エンソニックの、なんて言ったっけな、ミラージュっていうサンプラーですね。ラックですか？いや、俺ミラージュって知らない。キーボードです、キーボード。ミラージュだって、エンソニックって何でしたっけ？ S から始まるような、 SQR とかなんかそういう、EQR かとか、うん、あの辺のタイプしか知らないんですけど、その以前のやつなんですか、それって？それの初代の一番最初の多分出した。ね、ケンちゃん待って待って待って、エンソニックってさ、その当時めっちゃ高かったんじゃないの？でも、いや、でもね、2、30万だったと思いますよ。そう、そうなんだ、うん、まあまあ2、30万って高いけど、でもまあ、でもあの当時そういう、他ってサンプラーって何ありましたっけ、あの時？あとはイミュレーターとかフェアライトとかですよね、うん、まだ赤いが全然来てない時ですもんね。そう、赤いが全然来る前ですね。うん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 、うん、イミューとか高かったですもんね。だってイミューはね、あの相方の藤井が、うんうん、結構ボンボンだったから、うん、お父さんに買ってもらったの。一応いかないかも。学生なのに300万もする。すごい。すごい。そう、それで、うん、新宿ロフトとかに、うんうん、ロフトに出るようなバンドみんなお金ないじゃないですか。はい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 、なのにもうイミュレーターだの、ジュピター8とか僕も持ってて、すごい。すごい楽器持ってる。すごいなぁ。バンドしたね。すごいなあ、ほんと高かった。でもあれって今考えるな、あれってどのくらい取れます？エンソニックのやつってどのくらい取れました？何メガぐらい？エンソニックはね、うん、8秒とか10秒。あ、でもそのぐらいいけた。うんうんうん、ね、あの当時からじゃあそうやって切り刻んで割り振ってみたいなこといっぱいやってたわけですね。やってましたね。なんかじゃあ分かった、じゃあこの番組って、大体この番組っていうか、うちってすごいコアな話ばっかしてるとこなんですけど、そのサンプラーのその次は、エンソニックの次は、エンソニックの次は僕は赤いですね。赤いはエッセン。エッセン、あ、もうエッセンに入って、いわゆるなんかあの当時ってあれじゃないですか、あのよくピアノサウンドとかをもっとよりリアルにみたいなのが流行ってた頃が あったじゃないですか、サンプラーって、でコラージュ的な使い方をし始めたのってのはどの辺から？もう最初から。あ、そうなんだ。
うん、いやちょうどアートノイズとか出て、うん、あそっか、すぐやりたいとか思ってて、うんうん、でそれで、うん、メタルとか金を叩いてサンプリングしたりとか、うんうんうん、あとあのオーケストラヒット、オケヒット、いわゆるオケヒット、うん、あとか鍵をガチャガチャって音を取ったりとかして、それをピッチ下げるとすごいガランガランって音になったりとかしたりとか。それ聞きたい、ええ、それ聞きたい、今でも聞きたいなんか家 の, あのガレージスタジオのどっかカセットテープあされば出てくるかもしれないけどねえ、あれってちなみにエンソニックとか赤いとかって全部フロッピーじゃないんですか、あれって、だってあのフロッピーって大丈夫なんですかね。あ、酸化してるかもしれないですよね。でも読み込めなくなっただって、あの当時だってすごい時間かけてあれ素材って加工してません、取り込んで、ああいうデータってどうなっちゃうんでしょうね。どう、いまだに僕持ってますよ。ええ、ダンボールじゃないや、あのケースの中に入って、うん、ただ楽器はもう手放しちゃってないんですけどね。え、あ、じゃあそのデータだけは一応全部、一応データだけはありますね全部。じゃあ物があれば出すこともできると。なるほど。でそれでエッセンからその先はどうなります？エッセンからその先に僕イミュレーター買って、うん、ついにイミュレーター手出して、イミュレーター、あ、EMAX だ、 EMAX を買って、はい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 、でそれでその後に E4 かな、うん、E4 とか、あとその間にヤマハのモニターやってたんで、ヤマハのサンプラーも使ったりとかしてましたけど、ああそうか、モニターの話はちょっとあんまりできないんで、あんまりやめとこうかな。そうですね、ごめんなさい。ちょっと、じゃここで言ってもいいんですけど、じゃなくて、あの ヤマハってモニターさんね、ヤマハの取り扱い説明書って難しくないですか？俺いつも思ってたんですよ、あの当時の。いや、あ、まともに読んだこと一回もないですよ。ああ、うん、DX7 ももうなんか探りながら覚えてった感じでしたもんね。あのメニュー階層入っていくっていう感覚。だってあの当時って全然みんなプリセットで平気で、全然外国のミュージシャンもそんな感じだったじゃないですか。エディットもずっとしてたっていうことですね、じゃあね。DX7 結構やって音作ってましたよ。なんか話聞いたんだけど、ジグジグスパートニックとかのあの辺のシンベって DX7 って噂を聞いたんですけど、それってマジですかね。なんですジグジグとかのジグジグスパートニックの、あ、そうそう、ああいうの DX7 でやってたっていう噂聞いた。あ、そうなんですか。そう思います、あれ聞いた感じ。いや、あれムーじゃん、ムーとか。俺もそうだと思うんだけど、でも DX だよみたいな、なんか噂を聞いたんですけど、なんかチャットほったらかしいって出てきてますけど、ください、すいません、話、音楽の話もいいですよだってすいませんね。いや、ちょっと待って、じゃあ戻して。いや、戻さなくてもいいです。いや、あの、ちょっと、チャットの方のとこ戻して、質問とかある、質問。はい。何これ、待って、俺の話は後にしよう。ちょっと待って、森岡さんに質問。森岡さんはサイボーグなんですか？はい、いや、サイボーグっていうか、あの、湧いて出てきた宇宙人みたいなもんです。あ、ソフトバレー、再始動はいつですか？ソフトバレー再始動は、いや、あの、したくて、もう、1ヶ月に1回は、電話してるんですけど、はい。あの、出てくれないんですよ悲しいそんないや、まあまあまあ、本当にやりたいんですけどね、あのヨーロッパツアーとかしたいんですけど。おお、それはかっこいいですね。だけど まず藤井がまるっきり音信不通になっちゃって。なるほど。じゃあ捕まり次第またって感じですね。じゃあそれはもう、そうですね。あと、うん、あの遠藤君っていう、あとボーカルの、うん、はいはいはい、彼は何やかんや理由つけて、あの、会いたがらない。なんかそんなことぶっちゃけトーク大丈夫ですか？そんなこと。遠藤が やるって言ってくれれば。そんなぶっちゃけトーク怖すぎる。はい、面白い。あ、で、次の質問です。いつもライブで使ってる小さいキーボードは、はい、森岡さんの愛機なんですか？愛機です。僕の、あの、もう、一番メインで使ってるキーボードです、あれは。何でしょう？あの、バイリスのポーラーっていうキーボードで。太いですよね。音結構太いですね。はい。質問。再結成でホワイトシャーマンやらなかったのはなぜ？何でしょう、これ。ホワイトシャーマン、あ、
だってあれは遠藤さんが歌い込んでる歌だから、やっぱ僕が歌ったら、ね、比べられちゃうなと思って、違う曲も結構いろいろ考えてたんですけど、なるほどなるほど、やっぱり遠藤の歌唱力にはかなわないので、うん、で、やらなかったんです。今度やりますけど、じゃあ、はい、チャット動いて、動いてる、どん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 来てますよ。なんかすごい、すごい、すごいいっぱい書いてますね。そうですね。今がチャンスですよ、質問される方は。チャンス、チャンス、チャンス。なんか、でもやっぱり、はい、ソフバを期待されてる方って多いんですね、すごくね。ね、なんかそうみたいですよね。うん、っていうか、でもやっぱりバンドって大変じゃないですか。大変ですね。すっごい大変ですよ。ね、すっごい大変ですよ。もうソフトバレーもすごい大変だったですけど。私ですね、スターリン時代に、あ、そうそうそう、出会いっていうの、一番最初の出会いは、ケンちゃんとの一番最初、多分ケンちゃん絶対覚えてないですけど、ソフバ時代に、NHK ホールに道郎さん、遠藤道郎さんと見に行って、ソフバを、でレコード会社は一緒だったんだよね、アルファだったんだよね。アルファ、うん、LDK スタジオのアルファですからね。で、それで、その時楽屋行って、で次のアルバム、ちょっとお願いできませんかってケンちゃんに頼んだら、できないみたいな感じで。え、そんなこと言ったんですか。僕キーボードとか弾けないからみたいな。そんな失礼、全然覚えてないですけど。絶対覚えてないと思う、絶対覚えてない。え、そんな失礼な。っていうか、その前にもう祖父母の楽屋すごい静かで、っていうか、もうっていうか、僕個人的にどこのバンド行っても結構楽屋ってわーって散らかしてギャーギャー騒いでるタイプなんです。祖父母すっごい綺麗なんですよ、何一つ置いてないんですよ。そうですよね。普段からあんな感じだったんですか。もう全然、普段からそう、みんなそんなに話さないし、飲んだりもしないから、ライブ終わったらご飯食べに行って、はいはいはい、で大体解散みたいな。まあ、いつしてもちょっとしたバーにちょっと行って一杯飲んで帰るぐらいな感じだから、普通ロックミュージシャンって結構ベロンベロになるまで朝まで飲むじゃないですか。まあ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 、それが全然ない感じですよね。っていうか、遠藤道郎さんとこう入って、楽屋失礼しますみたいな感じで入って、でソファーがあったからソファーに座って、でこうシーンってずっと何分もシーンとした空間があって、うわ、どうやってこれ切り出すみたいな顔を見合わせて道郎さんと。それほど静かです、祖父母は。はい、いや、そう、多分変わってると思う。なんか、はい、とってもいろいろライブとかの終わった後に中打ちみたいなのあるじゃないですか。はい、ありますね、よくね。はいはいはい、そういう時とかもリッチさんとかね、道郎さんとか、あとヒデ君とか、亡くなっちゃったヒデ君とかもよく来てくれてて、で全然話し下手だから、こう話したりとかできなくて、リッチさんとはこうやって今話してるから。全然話し下手じゃないよ、ケンちゃんは。めっちゃ最近だって打ち上げとかでめっちゃ喋ってるじゃん。いや、最近なんですよ、それは。全然喋ってる、全然だ。でもその頃は、まあシャイですもんね。そう、結構だからライブ終わった後とか、うん、もうすぐ部屋に帰って、お風呂入って寝たくなっちゃうんですよね。ね、ちなみに、ああいう祖父母っていうか、ああいう打ち込みやってる、打ち込みがメインだと結構なんていうんですか、仕込みってかなり大変じゃないですか。リハってちなみに結構やる方ですか、みんなで合わせてリハは。1週間ぐらいやるんですけど、その前に大体3、4日前に、まあ、2、3週間アレンジの時間を僕と藤井で撮って、うんうん、でライブ用のアレンジをして、スタジオに3、4日入って、レコーディングスタジオに入って、で、ライブ用のネタを作って、それからリハーサルスタジオに入るって感じ。なるほど。ちなみに、まあ、それは祖父母時代で、今はね、うん、この間の、例えばソロとかの仕込みの時間とか、どのくらいかけたの、あれって。まあ1ヶ月とか2ヶ月とか。あ、やっぱかかるんだ。うん、で、家で打ち込んで、一回スタジオに行って、声出して、音鳴らして、で、もう一回また家に持ち帰って、直してっていう感じですね。うん、
なるほど、大変、やで、っぱ大変だな。うん、それで。歌だけカラオケ屋さんに言わない方がいいかな 言っちゃダメかな カラオケ屋さんに行って一人で練習したりとか それは何？自分のオケを持ってって。そうです、自分のボケたら持ってって こんなこと言っちゃダメです ね そんなことないです。なんで個人練行けばいいんじゃないの？個人練の方が安上がりじゃない？そんなことない？スタジオがそばにない？スタジオはそばにありますけど、カラオケ屋さん飲み物とかあるじゃないですか。確かに。はい、その通りでございます。その通りでございます。じゃあ、カラオケ屋のマイクは持ってかないで。カラオケ屋のマイクで。カラオケ屋のマイクで。いちいちこう、ゴッパとか持ってかんで、カラオケ屋のマイクで、スイッチ付きのやつで、そのまま歌って。言わない方がいいですね、いや、面白いんじゃないですか。面白いと思います。それユーストしてくださいって書かれてる。人から、一人カラオケ、人からをユースト、カラオケで結構なんか結構悲しくなっちゃったりしますそのシーンってこう座ってる感じとかをちょっと、まあ、俺ちょっとそれ見たいかも。ちなみに時間はどのくらいやってるの、それで。2、3時間ぐらい。マジで？人から2、3時間？ちょっと待ってね。なんか質問があった。森岡さん、今も昔も人前で緊張しちゃうタイプですかと。出る直前までは緊張しますけど、うんうん。出ちゃうと全然緊張しなくなりますね。あ、なるほど。うん。次、ライブ前にやることってありますか？ライブ前に。うん、何かやることあるかって聞いてるよ。いや、別にひたすら打ち込んでますよ。打ち込んでコンピューターでデータ違う作っ違う違う、て。多分これあれ、ライブに出る直前に何かこう、ああ、願掛けみたいにやることじゃなんいかかを重ねるレッドブルーを飲むことちょっと待ってね、一回戻るね。ライブで、バーチャルウォーを選ばれたのはなぜですか？だって。すいません、僕は歌わなくていいからって 今度ちゃんと練習しておきます。練習して歌の曲やります。森岡さんが今一番やりたいことは何ですか？いや、自分のソロライブでツアーやりたいです。あ、いいね。ええ。いいね。それはいいね。ぜひそうぜなんひ。ですけど、でもなかなかお客さん来てくれないんですよ。いや、だからこう、ユースト配信、だからやっぱ人からのユースト配信をして。ああ、なるほどね。いや、じゃあ僕のスタジオで衣装着てやる。チャットが流れるの早い。みんな、ほら、みんな、ほら、ぜひやってくださいって、すっごい期待されてるよ。やりたいですけど、もう少し、いや、来年ぐらいにやります。やっぱ来年、まあ、っていうか、来そ年の前に、あれ、やっぱ、アルバム、ミニアルバムでいいから、アルバム作んなくちゃいけないでそうすですね。ね、音源出しての、それと同時に、こう、回るみたいな。そうですね。それがなんか素敵な感じ。その CD を持ってみんなのとこに行くみたいな。そうですね。それが、いいですね。音を作り、あと7曲ぐらい作れば、多分アルバムにはなると思う。ちょっと待って、遠い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 。3曲ぐらいしかないってことね、今持ちが。何、お二人は中学生の頃何されて、中学生の頃何してた？お二人って？うちらのことじゃない、多分。リチさんと、リチさんと僕たち同い年だ同かい年ら、で、全く横浜銀蝿世代ですもんね。そうです。横浜銀蝿は鉄のギター持ってたらしいよ、練習するときに。本当に？鉄のギターを持って、これで鍛えるんだみたいな感じで。これ、わかんない、都市伝説かもしれない。で、中学生の頃何されてたかって。僕は中学生の時は、お化粧してました。で、ビットボーイの写真持って美容室に行って、同じ髪型にしてくださいって言って、で、行って、同じ髪型にして、タマとかパーってかけるんですけど、おばさんみたいになっちゃって 確かに同じ髪型なんだけど、なんか ね、ちょっと待って、デビッド・ボーイの、あの当時のデビッド・ボーイってアルバムでいくと何になるんだろレッツダンスの頃ですよ。う。あ、モロだ。じゃあ単発で、単発でちょっとクリクリクパリークマリーグの。リパーマの感じの、レッツダンスになろうと思ったらおばちゃんになってしまったと。おばさんに言われおもろい。私はあれだよ、中学生でずっとラジコやって遊んでたよ。たりとかして。あ、本当ですね。
オタクだったんですか？オタクですよ、もうスーパーオタクですよ、もうずっと、もう、もうまだ全然子供、赤ちゃんですからね、ずっと。ギターはいつからやってたんですか？ギターは、でも中学校、小6からかな、そのぐらいかな、でもなんかすごい安物の、なんかすげえ、っていうか、ケンちゃんもギター弾くよね。いや、僕ギターはコードぐらいしか弾けないです。でも祖父母でちょっと弾いてなかった？なんか、いや、これは言っちゃいけないんですけど、あ、やめとこうやめとこうやめとこう。でも絶対言うと思った。プレスターちゃんと考えてますよ。はい、ちょっと待ってね、クラブ回ってくれと。あ、でも DJ で回るっていうのもあるよね、全国クラブをぐる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 、でもやっぱりライブというかバンドで回りたいですね。そうだね、そっちがいいね。衣装のこだわりとかありますかって、最近はないですね、そんなには。ただやっぱり好きなセンスはあるから、ちなみに、ええ、ほら、いつもスタイリッシュでいらっしゃいますが、何かこう好きなメーカーとかってあるんですか？いや、特にはないです、特にはないです。服選びのポイントは？服選びのポイントは割と体にフィットしてたりとか、ちょっとゴージャス感があるものだったりとか。ゴージャス感をまず。じゃあ フリルとか全然ついてる方がぐらいな勢いの。そうですね、あと体にぴったりしてるのがやっぱ結構好きなんですよね。っていうか俺すごい不思議なんですけど、パンツとかってあれってどこで選んでんのとか思って。パンツ、フレアパンツとか結構入ってるじゃないですか。あのね、ゴルチェとかの、インポートのやつとか、テリー・ミグレーのインポートのやつとかを結構ソフバ時代のところにすごい持ってて、はい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 、もう体型が幸いまだ変わってないもんなんで、JPG。 だから結構その辺が、その辺のパンツがいまだに残ってるんで、それを履いてるんですよ。なるほどね。俺たちの時代ってあれですよね、ゴルチェとかあの辺ってバリバリ DC ブランドバリバリの時代ですもんね。そうですよね。エルリッさんも DC やろうでしょ。だってしょうがないじゃん、だってあの当時の人だもん。だって純ドモンの人からの人だから。純ドモンとか。絶対これ聞いてる人たち全然わかんない話。そうですよ、ね、だってコムサとか、まあコムサは全然今でもありますけど、そうそう、コムディ・ギャルソンとか、そうそうそう、藤井といつも昔の相棒とね、うんうん、いつも洋服と楽器をすごい競ってたんですよ。ほう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 。大学時代とかに。ほう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 。で、なんか藤井がなんか、用事やもうといいスーツ買ったりすると、僕が、別々のやつで買って、あっちが楽器、新しい楽器買ったら、また僕も新しい楽器買ってみたいな感じで。でも向こうはちょっと高くないですか？なんか幼児山本がいきなりもう高いのできちゃってるし。もう藤井はものすごい、ものすごい幼児山本のスーツ何着も持ってます。あそこの服かっこいいけど高いんだよな。高いですよ、ね。高いです。まあ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 、まあ、ちょっと待って。ちょっと待ってね、なんかチャットがすごい、お化粧品はお母様のって、え、なんかもう なんかすごいチャットすごい怖いですね、なんか怖いですね、すごい。あ、プラザも好きですね、すごい今日流れ早いな。ズババはルナマティーノって書かれてる。それルナマティーノあんまり好きじゃないです。だってホストっぽいですもんね。コウジ君好きなんだよ、ルナマティーノ。ああ、それね、結構盛り上がる話、この辺の話。僕あれが好きです。グッチ。おお。は結構好きです。高いからそんなには買えないですけど。高いですね。高いですね。一世三宅とか、まあまあまあ、この思いっきりこの時代ですもんね、本当に、そう、懐かしい、そう、丸いですもんね、基本は。まあまあ、そうそうそう、丸い。服買うのってどの辺で買ってました、あの当時、DC ブランドの時の。高校時代、いや、その、丸いか、あそこの、渋谷の、何でしたっけ、パルコ。まだパート1があった頃の、1、2、3あった頃の、1個なくなっちゃったけど、そこでいっぱいローン組んでましたね。ああ、ねえ、あの当時、服、すごい高いの、よく買えたね、うちらね。
そうそうなんです。僕あれバックバンドとかやってませんでした？やって、俺あの当時はやってないですよね。あ、本当に。うん、あ、僕高校ぐらいの時からやってたんですよ。え、そんな早くから？そう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 。あの伊勢エビセピアって。はい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 。ソイヤソイヤソイヤ。はいはい。あのソイヤソイヤの笛の音弾いてたりとかしてて、で結構それでものすごいいいお小遣いがもらえて。そうなんだ、そういやそういややってたんだ。そうやそうややってたんですよ。柳葉さんとか、あの相川翔さんとかと一緒にツアー回ってましたよ、学校休んで。いいな、面白いな、知られず、みんなが知られざる過去ですね。うん、なんかちょっと待って、なんかす、何これ、森岡さんチョッパーのぬいぐるみは今でもお持ちですか？この前ありますよ、いっぱい。おお、この前のワンマンの白い洋服はどこのブランドですか？幼児山本です。あ、あれ幼児山本なんだ、来た。はい。はい。あ、三上さんとも一緒にやってたの？三上博さんと。三上さんもそう、ずっと一緒に。三上さんと、三上さんのバンドはね、結構濃くて。濃いっていうか、三上さん自体濃くない？うん、うん。サックスのゆかりさんとか。ああ、ゆかりさん、はいはい。スリルの、あの、はいはい、竹さん、横山さん。うん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 。ジャカタラのオトさん。はい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 、はい。あと、ショコラータの、あの、ドラムの、名前忘れちゃったな。すごいメンバーだね、それ。そう、すごいメンバーだったんですよ。濃いね、すごい。そこでね、結構、うんうんうん、くねくねっていうか、僕が踊ることをね、ほう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 、自分を見つけられたんですよね、三上さんのバンドで。三上さんって普段ってどうなの？静かな人なの？いやいや、全然全然、ザックバランで結構、あの、うんうん、ザックバランでプラス結構わがままな人。あ、そうなんだ。でもめちゃくちゃいい人ですよ。すごい、うん、すごい感謝してますよ、三上さんには。じゃあそこで開眼したわけですね、自分の中の。うん、そこで、あのね、なんか、それぞれのキャラクターを出したいって彼が思ってて、うんうんうん、だからみんなキャラクターが立ったような、それぞれがみんなが頂点に立ってるようなバンドを作りたかったらしくて。あ、素晴らしい。うん、でそれでヒデさんと同じだね、考え方が。そうですね、そうですね。そうだったんだ。それで何、もうみんながもう、だってその頃ゆかりちゃんとかだってそんなメジャーでやってなかった頃じゃないの、まだ若かった、すっごい若かったの。単語ヨーロッパやめたばっかりの時。うん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 、まだ24、25ぐらいやったですよね。だってみんな若い人が集めて、もう、うん、みんなパネーコとやればいいみたいなノリだよね。そうそうそう、そんな感じでしたね。すごいすごい、それは面白そう。なんか YouTube とか残ってるから見たいかも、それ。そう、ライブもね、面白かったんですよ、結構。うんうんうん、かなりエグいライブやってたんですよ。うっそ、それちょっと見たいかも。まあ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 、うん、ちょっとそろそろもう一曲、さっきちょっとチラッとかかっちゃいましたけど、はい、ちょっと待ってね、これね、出すのが大変なのよ、これ、ちょっと待って、ね。あ、でも、リッチさんの、うん、バックで流れてる曲の、あの、チョイス、すごいいいですよね。あ、本当ですか、ありがとうございます。すごい、僕大好き。あの、ちなみに、あの、これ、今のでもゲームミュージックなんですよ、今かかってるやつって。ただの、あ、本当に。うん、あと、よくかけてるのって、日向俊文さんってご存知ですか？いや、僕大尊敬してますよ。俺も大尊敬してるんですよ。俺ライブ行ってますから。ライブ何回も行ったことあるし。アルファなんですよね、あの人ね。うん、元ね。あの人いいですよね。すごい。すごい。俺大好きなんですよ。特に。いや、結構趣味似てるなと思って、あの。そりゃそうです。うん、だって基本的に、だって日向さんってちょうど、うん、あれじゃないですか、うちらがちょうどなんていうの、こうその DC ブランドとか思春期バリバリの頃のにこういうなんていう、フランスとかそういう、そうですよね、サティ流れのちょっとロマン派系のものをバリバリにこう日本で出してきた人だから、うん、ちょっと思い出深いんです、うん、で今も聞いてもやっぱね、すごい良い、ね、音もいいしクリアですごい綺麗だけど、うんうん、メロディーがいいですよね、いい、すごくいい。あとコードの付け方もすごい素敵だから、うん、コードのバランスこれすごい綺麗なんで、まあまあまあ、うん、じゃあですね、はい、とりあえずもう一曲聴いていただきましょうか。すいません、紹介をお願いいたします。え、何をしますか。じゃあファット、そう、じゃあファット、はい、
このままできっと何かが変わる。Twenty Century Boy.
もしもし。はい、どうも。はい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 、はい、こんにちは。ごめんなさい、ちょっと音声の方がちょっとね、オーディオインターフェースの調子がちょっと悪くて、でちょっと今これ視聴者の方ちゃんと聞こえてたかな。ちゃんと聞こえてました。聞こえてたのかしら。聞こえてたのかな。チャットに書いたら聞こえてる。聞こえてた。本当よかったよかった。こっちのモニターの調子が悪くてちょっとね、こっちプチ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 切れてたんですよ。申し訳ない。もし切れてたらごめんなさい。はい、あ、よかったよかった。ちょっと乱れてた。ごめんなさいね。ちょっとこちらのせいです。ちょっと再起動したいぐらいな感じなんですけどねえ、これちなみにさ、今さ聞いてて思ったんだけど、尺って結構これ長いですね。長いですよね。長尺ですよね。6分ぐらいありますよねこれってね。あ、そんなに。ええー、うん、これってほらテクノ好きな人にとっては6分って全然短いぐらいじゃないですか、こういうのって、はいはい、これ尺の意識ってあります、これって。いや、これ、まあ、この曲は別にない、ないですね。長くなっちゃったんですよね、なんか詰め込んじゃって。ああの、でもライブそんな別に、でも長尺のってやんなかったじゃないですか、そんな。あ、長いやつはね、うん、やっぱりあのソフトバレーの、うん、お客さんの方が、ソフトバレー好きだったお客さんの人の方が多いから、うんうん、結構10分とか20分ぐらいの曲とかやっぱりやりたいんですけども、うんうん、やっぱそのノリをこの、理解してくださる方がやっぱり そんなに多分いらっしゃらない。いやいやいや、そんなことないよ。みんな今を生きてるわけだから全然大丈夫だと思うんだけどな、俺。結構最初だから、あのシーケンスだけで始まって、うんうん、たっぷりそれで1分2分もさせて、あの重なってって20分ぐらいやっちゃうみたいな。いいじゃんそれ。しかもケンちゃんが踊ってくれたら全然、ほらほら聞きたいですよって、ほら気にすんなって、ほらみんな絶対もう本人がやりたいことをやってもらいたい、特にソロなんだから、もう全然そうそうそう、余裕ですよって書かれてる余裕ですよ。あ、ほら、あ、わわわわわ、すごい、なんかいっぱいすごいですねこのチャットのやつ。そうだよそうだよ、これでそうだそうだ、うん、でこうなんていうの、長尺でそのもちろん絶対ケンちゃんのが作ってくれるもんだから、ダンサブルなもの作ってくれるわけで、それで結構なんていうんですか、環境系で20分とか言うとね、結構ちょっと疲れちゃうと、ライブだとちょっと疲れちゃうかもしれないけど、ダンサブルだったら全然20分なんて長尺でも全然。そうですね、むしろその方向で、ほらほらみんな言ってるじゃん。はい、アンビエントはね、でもアンビエントはすごいやりたいんですよ。なんかでもリッツさん趣味合いそうだから、なんか一緒に作ったら面白い。やりましょうよ。だからアンビエントはアンビエントで、アンビエント専門のライブをやりましょうよ。でほらケンちゃんはケンちゃんのダンサブルな、得意なダンサブルなものはダンサブルでやればいいんじゃないかなと思うんですよ。全部一緒に入れちゃうとわけわかんなくなっちゃうので、そうですね、うんうんうん、だからこういう今ほらこれ今よくうちで使わせていただいてる午後の君と僕のあの、はい、加野香織さんと一緒にやったやつとか、これすごい、あれは極めて自然に近いと思います。本当に自分の寝室で作ったような、はい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 、プライベートミュージックなその感覚、うんうん、こういうのって僕もすごい入りやすいんで、ぜひぜひ何かの機会の時にご一緒にできればって、そうですね、なんか一緒にやりたいですね、そういう、うん、うん、でもライブではやっぱでも四つ打ちの長尺もの、はい、期待してますよ。じゃあ、はい、じゃあ新曲もしかしたらあれじゃない？新曲はもうじゃあ思う存分やってくれた方が、多分ここ聞いてくれた出る方たちとかも全然そちらのもう思いっきり自分をさらけ出しまくったものを期待されてると思うので。はい、じゃあそういうやつ、じゃあやります、はい、ぜひぜひ。今ちょっとあのバックでアフターEGをかかってるんですけど、これちょっと、はい、ちょっと気になったんですけど、これって、はいはい、何ですか、このこれ全部打ち込み、全部これケンちゃんなの、これ全部打ち込み、全て僕一人でやってます、これ。この辺の、要するにこの辺のリズムものっていうのは、影響下とかあるんですか、結構これ。あのね、ドラムベースがちょうど、うん、あの来てたじゃないですか、はいはいはい、1990年中盤ぐらいが来てたじゃないですか、うんうんうん、で結構ドラムベース僕もハマってて、はいはい、でそれでなんかしたらポロッとできたんですよ。ほー、ねえ、ドラムベースで踊れる、ドラムベース、いや変な話だけど、ロンドンの、うんうん、ゴールディって知ってます？はい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 、はい、行ってないんですけど、はい、ロンドンのクラブとかよく遊びに行ったんですけど、うんうん、あの低音がすごすぎて、う
結構吐きそうになるぐらい。はい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 。なんですよね。踊るっていうよりもなんか縦に入れるみたいな感じですよね、ドラムベース。ドラムベース聞いててすごい気持ちいいですけど、踊るのに、うん、なんていうんですか、ちょっとレゲエっぽくとかそういう風にハーフで撮ったりしないとなかなか踊りづらくて、うん、ちょっとこうでもオービタルとかすごい好きだから、全然体揺する感じで。やってる、うんうん、聞いてる分には気持ちいいんですけど、いわゆる縦では踊りづらいですよね、こいつはね、ちょっとね、ライブではドラムは今後出てくる可能性はありますか？あとはライブは入れたいですね、入れたいんですけど、うん、あの大きいホールじゃないと、うん、あのドラムが勝っちゃう、ドラムが打ち込まさっちゃうったりするんで、だから今はちょっとあのしてますけど、もう少しちょっと大きいところでできたらドラマは絶対入れたいと思います。そうです、だから大きいとこにケンちゃんを立たせましょうよ。よろしくお願いします。神涼さんも書いてあるんですけど、神涼さん知ってます？神涼さんってドラムの神涼さんですよね。神涼さんをこの間一緒にやろうと思って電話したんですけど、神涼くんも電話に出てくれないんですよね。だって俺もだって俺ソフトバレーグラスバレー神涼さんですよね。そうですね、懐かしい。俺グラスバレーと一緒になんかライブやったことありますわ昔。神涼君と、いや神涼さんとだから一体だからグラスバレーってあったじゃないですか。はいはい、グラスバレーってうちらの一個先輩なんですよ。そうそうそう、それでなんかライブ出させてもらったことがあって、でその時のねライブってねすごいよ、なんかねグラスバレーと宮原学とうちらみたいな、何それみたいな今考えると。まあいいやいいや、それをまあ置いといて、ちょっと待ってね、あ出口さん懐かしい、そう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 、出口さん、出口さんとユニットやってたんですよ。細細コンビ、細細コンビでやってたんですよ。でも出口さん1枚だけアルバム作って、しかしいっぱいいろんなミュージシャンとやってらっしゃいますね本当に。いやいや、でもリスさんもすごいんじゃないですか。いやー、うちはなんかちょっと特殊な人たちばっかりみたいな感じなんですけど。出口さんとはもうやらないのって書いてありますね。出口さん、あのね、僕ね結構リスさんとはそんな今深く付き合ってないじゃないですか、全然全然。自分勝手で、はい、時間にルーズだし結構約束伸ばしちゃったりとかするんで、結構みんなやるミュージシャンみんな切れちゃうんですよね。じゃあ分かった、じゃあうちらのとこはこうちょっと切れないように、私が絶え間なくこう何してんの何してんのってメールするわ。ちなみに何これ GTP はもうしん、 GTP って何だろう、GTP は出口君と一緒で、ね、なるほど、はい、祖父母の字の一番の思い出ある曲は何ですかって。ソフトバレーの、うん、一番の思い出のある曲、そうそうそう、だって一番の思い出のある曲はボディトゥボディですかね。あエンゲージユニバースっていう曲と、あとニードルですかね、です、多分スタンファンしか知らないですよね。出てきますね、出てきますね、ちょっと待ってくださいね、うちにはないんですけど今、うん、手元にないんで、ここでかければ面白いんですけど、ちょっとまあ森岡さんの今流行ってるものを教えてくださいって、今ダブステップにはまってますけど、ダブステップ聞いたりします？いやダブステップ全然ですね、 YouTube、まあ、いっぱい上がってるダブステップ、まあ結構もう似たり寄ったりで、なんかもうトランステクノっぽくなっちゃってるんだけど、ものによっては結構すごいいいものありますよ。ダブス、そうそうそう、でもそう、さっきのあれです、ダブステップって踊れます？また同じ質問。ダブステップでも分かんない、あんまり踊れないですよ ねドラムベースと。いやそこでだから、ダブステップを自分でやって、で、こう踊ればいいんだっていうのをケンちゃんが示すっていうのがいいんじゃないですか、ライブで。そうですね、こう踊ればいいんだって、みんなでめっちゃボーギングみたいな。ボーギング。いやでもね、あそうそうそう、この間ライブ見てて思ったんだけど、すごいお客さんダンスうまいね。お客さんがダンスうまい、かっこいい。後ろから見てたからよくわからないけど、どんな感じだかよくわかんないけど、いや皆さん素敵な方たち、皆さん素敵な方たちばっかりですよ、本当に。はい、えーと
新曲はどんな感じですか？それを作ってないと分かんない。新曲です。いや結構メロディアスだと思います。お、なるほどなるほど、ええ、今共演したい人はいますかと。今共演した人は遠藤さんと藤井さんですね。ソフトバレーをすごくやりたい。ほろろ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 ろ。まあまあとにかく連絡が取れたらだねそれは。ほろろろろろろろ。まあまあ、あれリツさん、中3ともやってらっしゃいますよね。やってますやってますやってます。え、それライブやってこの間やったばっかりですよ。今度見に来てくださいよ。あ、はい、見に行きます。ぜひ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 。今度って、まあ、全然決まってないんですけどね。片思い書かれてる。え、片思いって。え、片思いってだから、いやいやいや、まあ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 。やった、そうか。中谷つよさんもね、うん、高校時代とかに、うんうん、よくラフォーレに行くと、うん、よく中谷さんいたんですよ。中谷さんに言っとく。うん、でいつも見かけて、でよく見かけたのが中谷さんと布袋さん。ラフォーレと椿ハウスで。布袋さんよくいたよね。俺も知ってる、知ってる人。ベスパ乗ってきてね、振る、話が。何これ、森岡さんだ。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。はい。はいはい。っていうか、結構やっぱり喋ってますね。もう1時間。あ、うん。1時間させちゃった。あ、すいません。すいません。全然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 楽しいです。若い子のプロデュースはもうしないんですかって。若い子も、いや、今ね、学校の生徒でね、うん、パフォーマンスをしてるんですけど、はいはいはい。その中で一人二人、ものすごい可愛い子がいて、はあ、男の子なんですけど。男の子なんだ。はい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 。家に連れて帰りたくなるんですよ。超可愛いんですよ。一人はちょっとイノラン君に似てて、ほほほほほほ、もう一人の子はね、なんかなんつったらいいのかな、腐った人が喜びそうな話になってきたよ。はいはい、どうぞ。それで、スーッとしてて、僕が教えた動き全部吸収するんですよ。でもすごい素直で、浜崎あゆみとレディーガガが大好きだって言ってて、スプロデュースしたいなってすごいなんか思ってるんですけどね。まあ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 、ダメだよ。手出したらダメだよって意味で。あ、そうですよね。いやでもまあまあ、プロデュースしてあげればね、本当にそれを一番面白い形になると思う。一番面白いっていうか、全部知ってるわけですからね、その教えて、うん、一から。え、っていうか、待って、ダンスとかボーギングとかも全部教えてるって感じ？すべて。いや、ボーギングまでは教えないですけど、ただなんかいろんな楽器の人たちがいるんで、うんうんうん、最初まず筋トレやって、うん、筋トレやった後にあとウォーキング、うん、モデルのウォーキングを歩かせて、一人ずつバーって歩かせて、でポーズ取らせたりとかして、うん、あと演じたりとかするのをやらせて、うん、でそれ終わったら今度曲流して、うん、それぞれみんな好きにパフォーマンスさせるんですよ。エアギターやなり、エアボーカルなりやって、うん、でそれで僕はダメ出しして、うん、でそういう風にやるんだったらもう少しこういう風にやった方がいいよとか、でリズムはこういう風に取った方がいいよとか、教えたりとか。うそー、ね、いや、見たいな。あとマラカス持って、うん、16は取れないやつがいるんですよ、ドラマーなのに。ほう。16のきついっすね、それは。羽の感じが分かんない人とかいたりするんで。でも、ケンちゃん、それさ、16の羽が分かんないって、それはでも、いくらでもいるじゃん、ドラマーで。そうですよね。ちょっと、なんで日本では16の羽が、こう、分かってくれない人がこんなにいっぱいいるんだろうぐらいいますよね。日本人の気質なのかもしれないです。無理だ。16羽は、8羽は結構みんなうまいんだけど、16羽ないよね。そうですよね。分かってくる、理論も分かってくれないし、16羽の感じ、うんうんうん。ファンクとかあの辺って土壌がないのかな、全く。ねえ、なんかそう。でも、もう全くね、分かんない人にどんだけ教えても。無理でしょう。ダメなんですよ。多分、16パネはね、そう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 、まあまあまあ、すいません、ちょっとみんなほっといてこう喋ってますけど。ああ、ごめんなさい。森岡先生って呼ばれてるんですか？そうですよ。先生って呼ばれてる。くねくねダンスやろうと思ったきっかけ、あ、これさっき話したじゃん。あ、いや、くねくねダンスは、僕の友達の、がゲイの人たちばっかりですよ。ほとんど主流がみんなゲイだったんで、でそこでボーギングとか、ゲイのウォーキングとか見て、うんうんうん、で、それで影響されてそういう風になった感じですよね。あ、じゃあ基本はボーギングからの流れ、うん、いや、ボーギング以前に、
割となんかゲイの人たちっておねえな人たちっていうか、はい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 、ちょっと女性っぽい動きするじゃないですか、やっぱりそういう動きはすごい好きだったのだったり、あと土屋まさみさん、はいはい、まさみさんの、ステージングも結構中性的じゃないですか、はい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 、それも結構影響されて、なるほどなるほど、でなんか多分そういう感じになってったなと思うんですけど、いやーこれからのちょっと踊りとかもちょっとっていうか、ライブで指導すればいいじゃないですか、お客さんを。ライブです、うん、ライブで、だから新曲長尺、もうライブでこうダンスはこうするって、なんかそのぐらいな感じ、お客さんを指導、そうそうそう、お客さんにダメだし、ひどでもね、この間やっぱりちょっと年齢かどうかわかんないですけど、はい、ちょっと自分の動きにやっぱキレがないなとちょっと最近思ったので、ちょっとトレーニングしなくちゃなってなんか思ってますけど、ね、本当、全然本人だけだよきっとそれ、ケンちゃんはツイッターやらないんですかって。ツイッター、いや、こんな性格なんで、多分やっちゃうと収拾つかないことになると思うので、危険かもしれませんね。危険だと周りから言われてるんで、ちょっとやらないんです、本当はやりたいんですけど。じゃあやればいいんじゃない。いやでも多分やったらすごくなると思う。ヤフーニュースに載るぐらいな。でも面白そう、実験的にやってみればいいんじゃないですか。もう少し大人になったらって。まあ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 、ツイッター聞き、あ、みんななんか危険って言ってる。やってほしい人と危険っていう思ってる人。まあまあまあ、そうね、なんかね、期間限定、うんね、まあまあまあ大炎上。多分あと余裕、今時間的余裕が結構ないので。なるほどなるほど、でもまあツイッター、そうね、まあやりたくね、そう、やりたくなかったら、やりたくなかったじゃねえや、やりたくなったらやればいいだけだと思いました。うんうん、その時はそうです。リスさんはやってますか。やってますよ。でも全然俺大体ツイッターっていまいちよく分かってないし、ツイッターって何をつぶやけばいいのかもいまいちよく分かってないし、あ、ほとんどこう 何々しますぐらいな感じで最近あんまり書いてないですね。いや多分やったら僕一日中やってると思うんですよ多分。それ見たいかも。一日中つぶやいてるわけ、ブツ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 。多分一日中もう片付けも話さずやっちゃうと思うんですよ。っていうか俺あれも見てみたい。まあまあこれ多分やってくんないと思うけど、一人配信、一人ごとずっとつぶやいてんの。怖いし、配信家だって。まあ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 配信、ツイッター配信になってください。まあ違う見たいけど危険。見たいっつってるみんな、うん、まあ、ね、フォロワーも配信になってしまう、怖い、なんか怖い、みんなして配信、すいません配信でごめんなさい。みんなも配信にならないかいっつって、まあいいや、はい、まあまあまあそんな感じで、はい、ぜひぜひ、なんか例えばまた遊び来てくださいよ、ぜひぜひ。はい、今度じゃあ直接スタジオの方に遊びに行きます。あ、スタジオでもいい、僕遊び行ってもいいですよ全然。はい、あ、うちに？あ、そうそう。来てください。ぜひ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 、はい、ぜひぜひぜひ。あと、はい、なんかまた何かあったら何かの機会で一緒にご一緒に。うん、やりましょう。あれ、なこの間一緒にやったやつはまたやるんですよね。あそこの横浜でやった。そう、やりますやります。まだ全然日程決まってないですけど。あ、やりたいと思いますんで、ええ、横浜でこの間、ケンちゃんとそれから、グリコさんと道明さんと4人でやったんですよ、ええ、うん、そうそういうの、また遊びのやつ楽しかったですよね。楽しかったですね、うんうん、またやると思いますんで、その時はぜひ遊びに来てください。はい、この曲好きです、すごい、異国の女たち。うん、あれですよね、すごいメジャーになった曲ですよね、これで、うんうん、さんが、あれ、男女7人こういうものだった、そうカナダでかかったやつで、うん、うん、はい、また2人で配信してください。はい、なんか機会があったらやりたいと思います。多分きっとね、はい、ケンちゃんが
あれは視聴会みたいなのやったらおもろいかもしんないよ。新曲長尺でこれどうっつって。あ、自分の曲を。そうそうそう、もちろんもちろん。あ、そうですね。うん、ええー、そしたらこうダイレクトにこう反応返ってきますんで、これで。はい、うん、じゃあやってみます。ちょっといろいろ、うん、なんか遊ぶことがあったら、ええー、うん、そうですね、これからもよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今日ありがとうございました。とんでもないです、こちらこそありがとうございます。振り曲もない話になっちゃってごめんなさい、うん、いや、この普段の感じが楽しいんじゃないですか。またメールしますね、とりあえずね。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。じゃあ失礼します。はい、森岡健ちゃんでした。どうもありがとうございました。今日聞いてくださった皆様本当ありがとうございます。はい、また機会があったらば、やりたいと思います、こういうの。うん、で、次の配信とか別に何も決めてませんけど、まあその時はまたツイッターにつぶやきますんで、よろしくお願いします。今日皆さんどうもありがとうございました。長い時間聞いていただいて、うん、それでは明日というかもうまあ今日になっちゃいましたけど、月曜日です。頑張って皆さん、頑張って学校なりお仕事なり頑張ってください。はい、では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 、うー疲れた。ケンちゃんいい人でしょ。やばいよ、いい人すぎだよ。これからもいっぱい頑張ってもらいたいです。はい、そんな感じでまたお会いできる日を楽しみにしております。それではおやすみなさーい。